はい、皆さん、毎度毎度。はい、まあ、長塚先生ね。また長塚先生ね。はい、母親とね、息子さんがブリーチって人が来ました。まあ、まあ、親子で来るってうのはよくあるよね。で、母親が両方とも金払うんかね。で、めんどくせえね。ハイライトなんかね。やっぱり2倍の料金ね。取ってね。で、しかもね。 気に入った色が出るか出ないか分かりませんって最初に区切っちまった方がいいよね。髪の状態その他ね、染めてみないとね、ブリーチなんかもどんな色出るか分からないしね、一回のブリーチでいけるかどうかも分かんないし、もう本当にね、染めてみないと分からないと。で、気に入んなかったら、まあ何回もやりま、やり直しするけど、まあベッド料金になりますよって区切っちゃった方がいいよね。前もなんかいたんでしょあの、男連れてきた、なんか姉ちゃんで、姉ちゃんがそばで釣ったってさ、 うんか、ぐず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 文句言ってるっての何回もやり直しさせるような場合それ対策は取るべきだよねあの、難しい色なんかはね、シルバー系とかね、本当にわけわかんない難しい色これに関してはね、経験値がないので、あの、一回でできるかどうかわかりませんで、本当に釘打っとかないとね、やり直しに関しては、料金が発生しますよってことはやっぱり伝えとかないとね。ま、何回でもやり直しするのは構わないんだよ。その分お金もらえればね。だから結局さ、めんどくさい色ってのは、 断った方がいいのかな <laughs> インナーカラーもさ、どんな色出すんだかわかんないけど、結局ブリーチしてからもう一回入れるのかなそうじゃなくて、なんか、13番とか15番とかあんな明るいの一発止めでいいのかなインナーカラーね。ほんで2色が出るか出ないかってのはや染めてみないとわからないからね。で、気になかったらどうすんのってことだよね。 な、けめでもなんでもさ、一回目からイールは出ませんって言っちゃった方がいいね。というか、やってみなければわからないから、一回でイールが出ないと思ってくださいか。そんで気にない場合は、まあ、やり直すしかないけど、まあ、お金が発生すると。明らかにね、こちらのミスでない限り、料金が発生するよね。外食産業にさ、まあ、食べに行くじゃない、ご飯。そんでもって食べて、自分好みのね、美味しいものを探すと。だ全部食ってみなきゃわかんない。 でしょねょそれわからないのにねあのその店員にね「私好みの味を持ってきてください」ってね出してくださいとあの店員さんにね、まあ、シェフにでもいいよ私好みの味に出し作ってくださいそんなのさわかんないってねそんでね出した料理がね味が私好みじゃないからってもう一回作ってくれとそんでね2回分の食事作らせて1回分しか払わないわけそういう人ってあの毛染めのやり直しとかね パーマのやり直しってのはそれに近いものがあるよね。もちろんね、細毛難毛の人をね、太いんで巻いてね、最初からかかってねーって、それはやっぱり美容師のミスだ、ミスだけどね。毛染めに関してはね、だから確認しながらやるしかないよね。一回ブリーチして、この程度にしか抜けないと。で、これに対して、これはまだシルバーにはならないとかね。これをこう染めると小豆色になっちゃうよとかね。で、もう一回ブリーチしなきゃいけないけど、どうするって言ってね。でもどんどんどん,どん料金ってのはかさんでいくよね。 だからめんどくせえ色は最初からやんねえのが一番だね。<laughs> はい、お疲れ様でした。